その感情を抱くまでにはとても時間がかかったように思う。待ってミカエラ。ミシェル、ごめんね。ああ、まただ。またこの気持ち。また浮かない顔をしているわね、ミカエラ。ええ、とても長い夢を見ていたような気がする。どんな夢？人に愛されて、微笑みながら棺に入る夢。そう、幸せな夢だね。子供の頃は、他人から愛されることは本当になかったけどね。もともとあなたは人が嫌いだったからなるようにしてなったじゃない？そうだね。でもいくらかはやっぱり生きる上で人は必要だったよ。まるで人を物みたいに言うのね。そんなんだからまともに人から愛されないのよ。自分が人を愛そうともしないから。そんな言い方をしないでよ。信じてもらえないかもしれないけど、ちゃんと人を愛そうとしたこともあったんだから。私とミシェルはいつからか友達だった。人嫌いな私が一緒にいても大丈夫だと思える、とても不思議な人。きっとこんな人はそうそういない。今日はこれからどうしたいの？とりあえず楽に死ねる方法を探しているところ。またそんなこと言って、冗談でもやめてよ。ごめんね、軽率に死にたいしか言えなくて。あなたを大事に思う人が聞いたらとても悲しむわ。大事に思う人に言えないからミシェルに言ってるのに。察してよ。本当にあなたは私のことを大切にしてくれない。なんでいつもそうなの？大切にしてくれる人を大切にしようという精神が私にはないんだ。嘘つき。ミカエラは誰よりも人のことを考えてくれる人よ。これ以上私を大切にするような優しい人を犠牲にしたくない。そんなこと言われたら悲しいよ。ミシェルの悲しみを思えるほど私には余裕がないの。そんなの勝手だわ。私、あなたがいなくなったら寂しいのに。なら、ミシェルも一緒に行く？あなたって、本当にひどい人だわ。死を選ぼうと生を選ぼうと、どちらにしてもこの先は明るくはない。気づけば誰もいなかった。まるで初めから何も存在しなかったように。初めから分かっていた。私の周りには誰も残してはいけないことを。周りにどれだけ愛があろうと、私は不意に孤独を感じて死に目を向けている。道徳的なものをすべて排除して盲目的に死を愛してしまう。あなたの言葉は美しいけど、結局は現実から目を背けているだけ。まるで夜の闇に溶けていくように、月の光が私の足元を照らせば、その先には真っ暗な死が私を待っているような気がする。やめてミカエラ。そんなことを言ってはダメ。そちらへ行ってはダメ。ミシェル、ずっと考えていた。どうしたらあなたの心にはびこる死への憧れを壊すことができるのか。いつになったらあなたが本当に心から笑う時間を増やせるのかって。
ごめんね。ねえ、私はちゃんとあなたのそばにいるんだよ。ありがとう、ミシェル。どうして心を閉ざすの、ミカエラ。ありがとう。どうして全てを手放して消えようとするの。ごめんね。残される人の気持ちを考えたことはあるの。わからない。ねえ待ってよ。ありがとう。待って。ごめんなさい。また私は真っ暗な庭園のカフェテリア。ここは私だけのお気に入りの場所。いつもの情景でもとても遠い場所のように感じる。ああそうだ、ここは。胸に開いた穴から血があふれている。真っ赤な血は私の足を伝い流れていく。赤黒く染まる足元の線が枝分かれし流れていく様子はまるで芸術的にも思えてしまう。不思議ね、血が流れているのに痛みさえ感じないなんて。ごめんね。耳に張り付くように響く声はもう誰のものかも思い出せないけど。どうしてよ。それはきっと夜に溶けたあなたの声に似ていた。